1890年代のビクトリア朝の女性、ビクトリア朝の服飾は、ビクトリア時代に英国やその植民地、自治領にて出現し、発展した様々な流行の服装により構成される。この時代には、服装や建築、文学、また、服飾芸術や資格芸術を含む流行において、たくさんの変化が見られた。1905年頃までに、 洋服はだんだんと工場で作られたものになり、多くの場合は決まった値段で、大きなデパートなどで売られるようになった。服を、オーダーメイドや家庭で作ることも未だ多かったが、減少しており、新しい機械や素材によって、様々な方法により洋服は発展していった。19世紀半ばに普及したミシンによって、家でもブティックでも、洋裁が簡単に行えるようになり、手縫いでは、 途方もない時間のかかるような洋服への豊富な装飾が可能になった。機械の導入によりレースも古いものと比べて少しの値段で作ることができるようになった。新たに発展した安くて鮮明な染料はそれ以前の動物染料や植物染料にとって変わった。ドブロイ公爵夫人の肖像繊細なレースやリボンの装飾の施された。 青い絹の清掃用ドレスを着たアルベールド、ブロイ光石プジン髪は、ドレスと揃いの青のフリルがあしらわれた薄いリボンで言われており、首飾りやタッセルの耳飾り、両手にはブレスレットを身につけている1840、50年代には、女性用の長い清掃用ドレスの袖は、幅が広く膨らんでいて、ドレスは飾り気がなく淡い色であり、本物の花のような飾りがついていた。 その下には、ペチコートやコルセット、シュミーズなどを着用するものであった。1850年代までに、栗の輪にとって変わられたペチコートは減少し、スカートの膨らみは大きくなった。昼巻きは、胴部が硬くなっており、夜間ぎは、襟ぐりが深く、肩にはショールを羽織っていた。1860年代には、スカートの前面は平らになり、後ろ側だけがより膨らんだ形になった。 昼巻きの袖は肘から下が広がったパゴダスリーブという形になっており、詰まった首元にはレースやかぎ針編みの襟がついていた。夜間着は襟ぐりが深く袖が短かったため長い手袋や肘から手首までのレースや鍵編みでできた手袋を身につけていた。1870年代には公式でない家での集まりの際に用いる。 コルセットをつけないお茶会用のドレスが登場し、着実に人気を博していった。さらに、シーサイドドレスを着用する際でさえ、スカートの後ろを膨らませるための新たな下着として、バッスルがクリノリンに変わって登場した。ふんわりと広がったスカートの人気は衰退し、女性たちはより細身のシルエットを求めて努力するようになった。それによって、コルセットを着用した腰やウエスト、 足の上部のあたりは極めてぴったりとしていた形をしていた。当時の雑誌にはぴったりとしたドレスのせいで座ることも階段を登ることもできない女性の漫画がたくさん掲載されていた。クリノリンは1870年代には腰の後ろのバッスルにとって変わられた。また小さな帽子を額から頭の前方にかけて乗せることが流行した。その帽子に補足して 女性たちは巻き髪に苦心し、髪のボリュームを増やすためにスカルペットやフリゼットと呼ばれるつき上げをつける女性もいた。1880年代には乗馬服として揃いの上着とスカートに襟の詰まったシャツ、またはシュミゼットと呼ばれる薄い布の袖のないシャツを着用し、トップハットと呼ばれるシルクハットのような帽子にベールのついたものをかぶっていた。 針リの際にはだらりとした足首までの長さのスカートに、ブーツ、または革や布でできた、伸縮性のあるマチのついた、不可靴を着用していた。外を歩く際には長い上着に、スカートに、小さな帽子、またはボンネットをかぶっていた。また、旅をする際には、ダスターコートのような長いコートを着用していた。年代、このビクトリア朝の最後の年において、 女性の服装は詰まった襟と長い胴部のラインを保つ、ための硬い鉄の骨組みで特徴づけることができ、またその襟の人気は確実なものになった。この頃までには、栗のリリンもバッスルも存在しなくなっており、女性たちはその代わりに細いウエストを手に入れることを選んだ。エマヒルフォードマドックスブラウン作、新しい型の前つばつきボンネットをかぶった。 女性羽飾りに覆われた帽子をかぶるオペラ歌手エミーデスティン・ビクトリア朝の間の女性の帽子はビクトリア朝後期に流行とされた大きな羽と花を乗せた装飾が施されたものと考えられることが多い。そこに至るまでには何十年もの期間に様々な流行を経て発展していった。ビクトリア朝のドレスの特定の部分が誇張された作りになっていることは デザイナーがその時同期に人気のシルエットを強調するための努力によるものであった。婦人帽子はこの方針に合わせられていた。ビクトリア朝初期の頃には栗の輪や鉄製の骨組みによってなされた大きなスカートがシルエットにおいて重視された点であった。そこからそれないようにしつつ流行を高めていくために大きさやデザインが控えめな帽子である麦わらや布の ボンネットが好んで選ばれていた。摂生期後半の間に着用されていたポークボンネットには高く小さな山や1830年代までずっと大きくなり続けた横のヘリがあったので着用時には前からしか直接女性の顔を見ることができなかった。大きく膨らんだスカートの形を反映するようにヘリは丸くなっていた。そのシルエットはビクトリア朝末期になるにつれて 再び変化した。形は本質的には逆三角形で頭には広いヘリのある帽子、上半身にはふんわり広がった袖があり、バッスルも着用せず、スカートは足首あたりで細められていた。この巨大なヘリのある帽子は絹でできた花やリボンなどの様々なものや異国情緒を漂う羽のような精巧な飾りに覆われていた。 時には白製にされた異国の鳥全体が装飾されていることもあった。これらの羽の多くはフロリダ湿地の鳥のものであって乱獲によってほぼ完全に殺されてしまった。1899年までにアデラインナップのような初期の環境学者たちはこのような羽のための狩りを減らすことに尽力した。1900年までには1年に5万羽以上の鳥が殺され、 フロリダの岸辺の鳥の約95%がこの目的で狩猟者によって殺された。1870年代のビクトリア朝の男性たちの1840年代の間、男性はぴったりとしたふくらはぎまでの長さのフロックコートやベストを着用していた。そのベストはボタンが1列または2列のものでショールカラーやノッチドカラーがついており、 腰の低い位置までの長さで、裾は二股に分かれていた。より正式な場では、昼間には前下がりに斜めになった、モーニングコートと淡い色のズボンを着用し、夕方には暗い色の塩ビ服とズボンを着用していた。シャツはリネンまたは、面製で低い襟のついたものであり、時折立たせずに、幅の広い棒体やネクタイを着用していた。ズボンは前開きであり、 正式な宴会の他に乗馬の際のために半ズボンが着用されていた。また天気の晴れている時には広い唾のついたトップハットをかぶっていた。1850年代には男性は高い縦襟または折り返し襟のついたシャツに蝶結びまたは翼のように尖った端が出た結び方のネクタイを着用していた。上流階級の人々は引き続き トップハットを着用し、ボーラーハットを着用するのは労働者階級の人々であった。1860年代になると、男性はより幅の広いネクタイを蝶結びまたは緩く、結んだ結び目に回し、ネクタイピンで留める結び方をし始めた。フロックコートの長さは、膝丈まで短くなり、仕事向けに着用されていた一方、太ももの真ん中ほどの丈のゆったりとした。 サックコートはだんだんとフロックコートに押され、あまり正式でない輪に用いられるようになった。トップハットは一時的にとても高い煙突のような形になったが、その他の多様な形が人気となった。1870年代には、三つ揃いのスーツが、柄物のシャツと共に人気を博していった。ネクタイは、フォアインハンドネクタイから後になると、アスコットタイになった。細いリボン体は、 特に南北アメリカにおける熱帯気候に合わせて代わりに用いられた。フロックコートやサックコートはより短くなった。また、ボートに乗る際には平台麦わらのカンカン帽が着用されるようになった。1880年代の間には、正式な夜会議は未だ暗い色の演ビ服に暗い、色のベストとズボンに白い蝶ネクタイ、浴場の襟のついたシャツであった。 中盤には、ディナージャケットやタキシードは少しくつろいだ正式な場にも用いられるようになった。射撃のような外で行う荒削りな娯楽の際には、ノーフォークジャケットやツイードまたは、羊毛の半ズボンが着用されていた。膝丈のトップコートには、ベルベットやファーの襟がしばしばついていて、それや、シッカの長さの街灯は冬に着用されていた。男性の靴は、 高いヒールに細いつま先のものであった。1890年代からはブレザーが導入され、運動用や公開用、その他の普段着として着用された。ビクトリア朝の多くを通して多くの男性はかなり短い髪型であった。これは口ひげ、もみあげ、あごひげを含む顔の毛の様々な形態と同時になされていた。 1880年代の終わりから1890年代の初めまでずっとさっぱりと毛を剃られた顔は流行にならなかった。信頼できる記録は残っていないので、男性が本当に着用していたものと雑誌や宣伝において売られていたものの区別は不確かである。喪服を着て亡き父、アルバート校の共像のもとに集うビクトリア女王の5人の娘たちイギリスにおいて、 黒は伝統的にモニフ服すことと関連付けられてきた色であった。ビクトリア朝のうちの長い間、男女どちらにも要求されていた習慣や礼儀は堅苦しいものであった。その要求は個人との関係の近さによって複雑に定められていた。関係が近ければ近いほど、モニフ服ス期間や黒い服を着る期間は長かった。完全に全身黒い服を着るのは、 第一段階の模服として知られていて、記事含め独自の服装があり、4から18ヶ月の期間が要求されていた。引き続き、毛に服す人々は、第二段階に進み、黒の部分がより少ない服装の期間へ移行し、通常の模服、半模服へと続いた。個人との関係がより離れると、これらの段階のいくつかの期間は縮められたり、完全に飛ばされたりもした。 ハンモフクは黒がラベンダー色や藤色などの容認できる色に変わる移行期であり、イングランド国境界伝統の聖職者がキリストの苦悩を表すため、葬式の際にこのような色のストラを身につけていることにより、このような色が用意されたと考えられる。マナーズルールズオブグッドソサイティーオアソリセザムズツービーアボイ e ドによると以下のような明確な指示が存在した。 これらの礼儀の規範の複雑さは、明確な期中の期間や、兄弟、義理の親、地のつながりや結婚で区別されるおじやおば、名やおい、いとことはとこ、子供、幼児や関係者にまで広がっている。男性は女性より狭い範囲、短い期間での模服の着用が要求されていた。19世紀半ば以降、男性は帽子のリボンとスーツが黒ければよかったが、 女性が模服を着る期間の半分の期間のみであった。妻を亡くした夫はたった3ヶ月のみ模服を着ることが要求されていた一方、夫を亡くした女性の適切な期中の期間は4年に及んだより長い期間模服を着ている女性は、個人への身を捧げているとしてこうに大きな賞賛を受けた。その最も傑出した例は、ビクトリア女王自身であった。貧しい女性は、 普段着を染めることで、中流、上流階級の人々によって定められた例に従おうとした。そのため染め物師は、ビクトリア朝のうちの長い間、模服にするために服を黒く染めることで収入を得ていた。室内装飾は、余暇の楽しみとして始まり、入念に計算された優美な日だなどに移行し、今日私たちがビクトリア風だと思うような装飾がなされるようになり、 ウィリアム・モリスのレトロシックが、まがいもののジャポネズリーと同様に採用された。少女の年齢別適切なスカートだけファッション誌より1900年において、少女が年齢を重ねるにつれてどれくらいスカートの裾が長ければ良いかを示している男性の服装は形式、バッティて堅苦しく、女性の服装は手が込んでいて、旅を越していたと考えられている。洋服は全身を覆い、 くるぶしが少しでも見えるとはずべきことであった。批評家たちは、コルセットは、女性の体や寿命を縮めると強く主張した。室内の装飾は陰鬱で暗く、重くて、過剰に飾り立てられた家具や急増した骨董品で散らかっていると表現された。また、社会的通念として、ピアノの太い足さえもはずべきものとされ、小さなズボンのようなカバーをかぶせるものであった。もちろん、 このうちの多くは正しくないか大いなる誇張がなされている。男性の清掃はそれ以前と比べると色とりどりではなくなったかもしれないが、キラキラしたベストやカマーバンドによって少しの色を足したり、スモーキングジャケットやローブには東洋の錦がよく用いられていた。この現象は織物の工業部門が発達し、大量生産の工程が発展し、 男性たちの間で服飾で商売をしようという、くわだてが高まった結果であった。コルセットによって、細いウエストに対比して腰や胸を誇張することで、女性の性的な特徴が強調された。また、女性の清掃用のドレスは肩や胸の上部の露出度が高かった。1880年代に登場したジャージーのドレスは、体を覆っていたものの、 伸縮性のある新しい素材は手袋のように体にぴったりとしていた。家庭の家具は決して飾り立てられていたりやりすぎであったりするわけではなかった。しかしながら贅沢な布や高い装飾を買う余裕があって自らの豊かさを見せつけたい人々はそうすることが多かった。ビクトリア朝が社会的流動性を増してから豊かさを見せつけるようなにわかなり金が増えた。 装飾に用いられる物品は単に実用性の問題で現在使われているものより暗い色で重いものであった。ロンドンは騒がしく空気は無数の石炭の炎によるススに満ちていた。それゆえ豊かな人々は重く騒音を遮るカーテンを窓に垂らしすぐにはススがわからないような色を選んだ。すべてを手で洗っていた時代にはカーテンは現在のようには 頻繁に現れていなかった。ピアノの太い足が恥ずべきものとされていたという実際の証拠は存在しない。ピアノや机がよく何かを隠すために、ショールや布で覆われていたとすれば、それは家具の安さであった。中流階級仮想の家族が、魔法が忍罪の机を買う余裕がないことを見せないために、松の机を隠したということへの言及もある。ピアノの話は、 アメリカのコールササへの風刺的な言及として、フレデリック・マリアット諸の1839年出版の本、アメリカ日記に起因しているようである。しかしながら、ビクトリア朝の礼儀は想像されているほど厳しくなかったかもしれない。少なくとも立派な中流、上流階級においては、公に、生や出産、またはそのようなことについて話す人はいなかった。しかしながら、 よく知られているように、罪の多くは、資料分別でまかなわれており、売春も蔓延しており、上流階級の男女は不倫の密通にふけていた。今では、物思いに沈んだ教習を抱きながら、ビクトリア朝を思い返す人もいる。歴史家たちは、これは、本当の歴史が歪められ、ビクトリア朝の抑圧的な考えと、潔癖さが強調されたステレオタイプであるという。 行儀が悪いと眉を潜められたため、女性は泳ぐことを許されておらず、自転車に乗る際には特別な服を着なければならなかった。さらに注目すべきは、スチームパンクと呼ばれる、現代における既存の価値観や慣習に反抗する生活様式などの流行である。スチームパンクにおける服装はビクトリア朝風のものを前衛的に変化させたものが多く、ボロボロに裂かれていたり、 歪められていたり、ゴシックファッションやインダストリアルロック風のファッションと混ざっていたりする。ビクトリア朝の服飾が組み込まれた現代の様式の例としてはロリータファッションが存在する。ありがとうございます。